ル原則 2.30 一本勝負を行います。グラウンドが230ポンド藤井正信、キャリア19年目の春、鶴田君の参謀和田氏藤。グラウンドが270ポンドジャンボ鶴田、キャリア20年目の春、鶴田君全日本の世界のエースジャンボ鶴田であります。これまで A ブロックはゴディが15点、三沢が13点、来週放送の熊本大会、ゴディ三沢15点同士の対決、 A 代表を争う、そんな感じがしてまいりました。そしてこの鶴田にとりましては、自力優勝は三沢と引き分けたことによりまして消えましたが、今日勝って16点としていくことが大切です。熊本大会ゴディと三沢が引き分けて3人が16点で並ぶのを今現在では鶴田待つしかありません。一方の淵、ここまで3勝2敗の6点であります。チャンピオンカーニバル、これが初出場であります。厳しい表情の淵正信、そして背中、画面左側ジャンボ鶴田、試合前の入念なボディチェックであります。ジャンボ鶴田の表情、今両雄がっちり握手、赤と青のコーナーに分かれた。今和田恭平レフリー軍を要請、30分一本勝負の公式戦が始まりました。両選手事実上の初対決、これが淵正信、86年台湾衛星で親善マッチ的な対決はありましたが、これがですから事実上の初対決となります。非常に厳しい表情で淵正信、唇を今ペッと舐めました。タッグマッチでもめったに当たったことがありません。組み合いました、押し込んでいくジャンボ鶴田、ブレイクを命ずる和田恭平、綺麗に分かれました。チャンピオンカーニバル、まさに夢のカード、ラボさん、いろいろ見どころあると思いますが、ファンの皆様にはどの辺をご注目いただいたらよろしいでしょうかね。まあこれはね、フチとしてもジャンボとしても非常にやりにくいと思うんですよね。いつも一緒にやってきた、中でしょ。バックを取りました。そうですか。それとね、またこれおそらく初対戦だと思うんですよ ね、 バックを取り返しました鶴田。そういう意味ではね、両者レスリングをよく知ってますから、この辺りの攻防味わいがあります。スクッと立ちました。案外にね、普段の試合の時なんか朝鮮大軍とやる時なんかには、あるいは淵のその淵が参謀役みたいなことを買って出ていますからね、はい、ジャンボとしてもやりにくいものはあると思うんです。なるほど。馬場さん、こう普段タッグで組んでますとどうでしょうか、パートナーのいいところも悪いところもこう見えてくるものなんでしょうかね、対戦するのもそうなんですが ね、 もうよく知ってますよ、両者ともにね。そうですか。馬場さんもチャンピオンカーニバルで、あるいは最強タッグで同門対決やったことがあると思いますが、どうなんでしょう、馬場さんはこういう同門対決というのはやりにくかったですか、その楽しみにしてらっしゃる方でしたか。いや、楽しみとはいきませんけども、やっぱり嫌だなというのもありますしね、やってみたいなというのもありますし、はい、淵がグラウンドにざらいましたが引いてないよという鶴田、おデモンストレーションを見せました。鶴田に対しまして淵は相変わらず冷静な表情を保っております。また組み合いました、グラウンドに持っていきました。淵もアマレスの経験がありますが、何しろジャンボ鶴田選手はミュンヘンオリンピック日本代表、上に乗りました。体の大きいジャンボ鶴田、とにかく鶴田も言っておりましたが、馬場さんの話にもあるようにレスリングをとにかくお互い知っている、淵に対しても変な迂闊なことは通じない、真正面から行くしかありませんよと上になっている鶴田話しておりました。そうですね、まあ、鶴田は真正面から行くでしょうし、はい、淵としてみれば、鶴田を怒らすようなことはできないですよ ね、 あーねー、やっぱりその、そうすればジャンボのパンチなり、キックなりが来ますからね、はい、そうするとラリアットも出てきますし、はい、ですからこういう、まあ、技と技の攻防だと思うんですがね、はい、足を取ってそしてフォールを取りに行きました、ジャンボ鶴田であります。一方の淵選手は鬼になりきらなくちゃいけないな、でもなりきれないかなというふうな感じの試合前でありました。
正直言ってやりにくいというふうに話しておりました。普段すると僕はバックスアップする立場なんですというふうにも話しておりました。この淵正信、テクニックの攻防が見られております。序盤戦両選手右に回りました。押し込んでいくジャンボ鶴田、自分のペースで戦いたいと話しておりましたこの淵ですが、そういうペースに持っていけるか。エルボーの構え、ジャンボ鶴田、まずは村板にチョップ、村板にチョップ、ジャンボ鶴田さあ来たぞ、胸を押さえる、あーという声を出しました淵正信であります。こらえております。さあ淵コールだ、淵コールです。これを気にするジャンボ鶴田。馬場さん、この辺りはファンの皆さんも砲丸びいきと言いますかね。そうですね、どう突破口を切り開いていきますか淵正信。まあ、この2人は1年半違いで入団でありまして、淵が入ってまいりました時には鶴田はもう馬場さんに次ぐナンバー2でありました。まあ、それだけにスパーリングをしても岩のようでジャンボ鶴田選手は動かなかった。比較といいますかライバルという存在ではありませんでした、考えませんでしたという淵。これがジャンボ鶴田であります。この鶴田からはいろいろ教えてもらったし、鶴田が技を研究するときパートナー役を務めたのもこの淵正信であります。あー行ったぞ左の膝、馬場さん行きましたね。そうですね、まあ淵がこれを得意としてますからね、はい、淵がこの左膝を攻めるのが一番いいと思いますがね。三沢選手を、川田選手を、あるいは菊池選手を苦しめる淵正信選手の一箇所集中攻撃が始まります。ジャンボ選手の左膝、とにかくパートナーとしてその鶴田選手の技を、初めての技を食うことが多かったので苦労したのを思い出すと話しておりました淵。淵に対しましてまさに鬼のようなハンマーでありますジャンボ鶴田。今でも試合が終わりますと試合後アドバイスをし合う鶴さん、淵君と呼び合う信頼関係がありますが、オスのジャンピングニーだ、あー禁止、同じタイミングでキシンシンクが来ます、ジャンピングニーが来ます、ドロップキックが来ます。淵食ってしまいました、悶絶しています。また淵コールであります。バックドロップか、足を吹く、手を手繰り寄せました。しかしジャンボ鶴田ロープへの位置を計算しているか、アームロックに来た V1 アームロックにじり寄るジャンボ鶴田、ロープブレイクであります。馬場さん、この2人は、まあ、共通点といいますか、鶴田は全日本のエースとして、そして淵選手は世界ジュニアチャンピオンとして、若い人たちの壁といいますか存在は大きいですよね。まあ、そうですね、ですけどもこのね腕の取り合いとかそういったも技の出し合いなんか勉強になると思いますね。でしょうね。あー今の切り返しラリアットを狙った鶴田、スライディングレックシダースに行きました淵正信であります。まあ体格差はこの183センチ、ジャンボ鶴田選手が196センチ、体重は105キロの淵、鶴田の127キロでありますが、今のあたりはそういうものを補ってあまりある攻撃ということが言えるんではないんでしょうか。そうですね、フィスロックです。まあ、こうやってねジャンボの腰を落として淵が攻めれば、はい、本当に有効ですよね。さあこのフェイスロックはどうでしょうか。ややゆとりを残してサードロープに逃れております。ジャンボ鶴田、馬場さん冒頭お話のようにレスリングが非常にしっかりしている2人、どんなファイトでもできます。レスリングの幅が非常に広い馬場さん、こういうあの超世代対決、それから同門対決したかと思えば、もう明日はこの悪役紹介で淵選手やってますからね。そうですね、ああいったぞ村板、ああいったぞ村板、もう1回しかし掛ける受けるか、鶴田前進する、すごいキック、淵突っ込む、出鼻を制しました淵正信。馬場さん、これやはり相手の動きをよく見るということはやはりキャリアといいますか、相手をよく見てないと今みたいな技にはいけませんよね。そうですね、その淵正信であります。まあ、両選手とも
鶴田はテキサスはマリノで、また淵はテネシーなので海外で揉まれた経験があります。ま、現在は馬場さん、この逆に外人が日本の全日本マットで修行するというですね、そうです立場がね逆転しておりますが、海外であらゆる試合を経験してまいりましたのがこの2人であります。フレンギメイヤー、リングの中央ポジションを取ってフェイスロック。まあ、このフェイスロックあるいはスリーパーといいますと思い出しますのが横浜決戦でありますジャンボ鶴田。スリーパーでミサを攻め切ることができませんで2対1分けを喫しております。フェイスロックがかかっている。あーサードロープ逃れさせません。吉本さなぶ、今サードロープにしっかりと手をかけまして両者ブレイクということになりました。ここへ来て吉選手が関節技で攻守入れ替わっております。ストンピング攻撃だ。どんな引き出しを今度は見せてくれるんだろうか。胸がワクワクいたします。フロントのヘッドロック。さて馬場さん、この鶴田選手は、まあ、得点的にはやや苦しい立場にあるわけですが、7回優勝の馬場さん、この優勝戦線を一歩引いてしまったという、そういう馬場さんはチャンピオンカーニバルの中で経験はありました？あんまりないですね。そうですか。チョップムライトを襲う。苦しいでしょう。しかしここは2点を取るしかありません。コブラツイスト、拷問コブラ。ご覧のように手を顎の方あたりにあって、そして今度は入り方を変えました鶴田のコブラであります。負けなしの2分けでも現在苦しい得点争いジャンボ鶴田、まあ、それだけチャンピオンカーニバルのグレードの高さを示していることでありましょう。バックを回った、バックに回った、淵正信、逆に背後からコブラツイスト。このあたりの技の切り返し味わいがあります。昭和52年春のチャンピオンカーニバル、馬場さんと初めて初対決を行いましたこの鶴田。その時には馬場さんを乗り越えて、そういう若き日のジャンボ鶴田のチャンピオンカーニバルでありました。その鶴田が今バックを制しております。スリーパーに入りました。スリーパーに入った。さあ慎重なある鶴田、鶴田にも落とせゴールだ。リングの中央だ。頑張る淵にも声援が飛ぶ。白い淵の顔面が真っ赤になってくる。揺さぶる揺さぶる鶴田。横浜決戦では三沢との戦い、このスリーパーを計7回出してまいりまして、馬場さんどうなんでしょう、三沢選手に半年前に武道館で世界ダック初防衛戦、日本人として初めて三沢にギブアップ、今度は俺がスリーパーで落としてやる、その辺の選手心理ってのはやっぱりあるもんなんでしょうか？いや、こういう技をね、みんなよく研究してますよ。あーねー、もう一回行きました。馬場さん、あの時には7回締めて締めて締めまくって、三沢選手に寄せると逆にそれまでこだわってくれたのがかえってよかった、本当にこの人の怖いのはバックドロップだったというふうに話しているんですが、鶴田選手は横浜ではこだわりすぎた部分がありましたか？いかがです？まあ、僕にはそうは思いませんでしたけどもね。まあ、横浜の場合にはもう負け、どっちか負けてもね、それで優勝がなくなるという硬さっていうものはありましたね。あーねー、まあ、横浜の場合は30分時間切れ引き分け、後半見せたこのスリーパー、やや汗で滑った分もありました。三沢戦と1分け、そしてボディ戦で1分け、現在2分け。さあバックドロップか、足を拭く。おー、腕を取って返しに来ました。今まで馬場さん、ジャンボのバックドロップを防ぐのは足を拭くする選手が多かった。腕ですね今のは。そうですね、考えていますね。これもサーブロープに逃れております。見分けでもこの保守的に苦しくなるわけなんですから、馬場さん、この本当にチャンピオンカーニバル2連覇ってのは、連覇するってのは難しいんですね。
そうですね、やっぱりもう一番狙われますからね。そうですよね、ディフェンディングチャンピオン狙われて当然です。さあエルボーを打っていったぞ、首筋バックドロップへのプレリュードか、横投げにした、引っ掛けた、打った、しかし鶴田も後頭部を打っている、口が蹴る。先に起き上がりそうなのはジャンボ鶴田であります。しかし大の字の縁に縁コールだ、返せるかどうか、どうだ、カウント2回しました。自分が関係ない試合でも必ず鶴田選手の試合にはセコンドに入ります、この縁。そういった、まあ、縁選手のセコンドのアドバイスは本当に的確で心強いとも話しておりました鶴田ですが、2連発です。今度こそ番付ですか、カウント3です。最後はバックドロップ2連発、ジャンボ鶴田。慎重に鶴田がバックドロップを打ちましたね、2発ね、今まではこう腕を捉えて逆返されましたからね。縁選手ねちっこいファイトも最後はジャンボ鶴田選手のバックドロップ2連発、14分35秒、鶴田選手はこれで16点で公式戦を終了いたしました。三沢ボディが対決します、来週放送の熊本大会、15点同士ということで対決になると思いますが、ジャンボ鶴田選手は今日16点で終了であります。なお B ブロックの方はいよいよハンセンと川田がこの後メインで激突いたします。どうぞご期待ください。